あまりにも取り立てがえぐく、道徳心や倫理観がないので、尊敬はできませんが、に長けていたことだけは事実でしょう。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことは、あくまでエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は、武井康夫についてでございます。一体誰?と思われた視聴者様も多いでしょう。しかし、これを見ていただきますと、あ、と気づく方も多いと思われます。どうぞ。はい、若い視聴者様以外は大体の皆さんが見たことはあるでしょう。この武富士の創業者であり会長だった男が武井康夫でございます。2001年は経常利益2000億円以上を出しましたモンスターでございます。なぜ今回この武井氏を取り上げたのか、まずマカロンを読んでいきましょう。武富士の全然足んねえじゃん動画も好きですが、トヨタ商事の朝礼動画も面白いです。詐欺会社は元気がモットーなんでしょうか。次、東京ミネルヴァ法律事務所が倒産したそうですが、ミネルヴァを支配し財富を完全に握っていたのが元武富士の有力者という話がネットで話題になっていました。詐欺でしょうか。法律事務所のようなところの良し悪しはどのように見分けたら良いのでしょうか。最後もう一通。先生こんばんは。武富士の社長武井康夫についての動画を作ってもらえないでしょうか。武井康夫は悪人だとは思いますが、才能は優れており、人の服装や行動を読んだり、悪の感想師と言えそうです。ぜひ、プロの感想師である先生に武井康夫について語ってもらいたいです。よろしくお願いいたします。はい、3名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。実は3つ目のマカロンの武井氏は感想学を使っています的なコメント、マカロンだけではなく、何回かインスタグラム質問コーナーや動画のコメント欄にいただいたことがあるんですが、面白そうなので動画にしてみました。もし武井氏がそうならば、裏の感想し、闇の感想しと言えそうですね。まあ、貧乏な僕と違って、ちゃんとお金にしているところが賢いですね。ということで、今日の動画は武井康夫氏と武富士についてやっていきましょう。それでは本日の項目です。項目1、武富士の栄枯盛衰。項目2、武富士盗聴事件。項目3、スーパーブラック企業武富士。項目4、武富士の異常な点。の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、武富士の栄枯盛衰です。武富士も最初から巨大企業だったわけではありません。武井氏が初めは地道な作業をしておりました。そこから話します。武富士は当初は団地に住む人間を相手に団地金融をしておりました。武富士の歴史は団地金融から始まったと言っても過言ではありません。武井氏が金貸しを始めた時はまだ機械によります自動予診システムはありませんでした。武富士といえば無人契約機の縁結びを連想される方がおられるかもしれませんが、それは1990年代半ばに入ってからの話でございます。1960年代はお金を借りに来た人間にいくら貸し付けることができるのかを客の外見や雰囲気から見抜く力が求められました。ここが武井氏が感想学を使用していたと言われている部分でしょう。武井氏は団地金融を行っていた際に独自の細かい確認方法で貸し付けても OK な相手かどうかをチェックしていました。その彼独自のチェック項目を紹介していきます。1つ目、午前10時に洗濯物を干しているか。2つ目、下着が変色していたり継ぎはぎ状態ではないか。3つ目、玄関のドアにホコリが溜まっていないか。4つ目、家の玄関に靴が脱ぎ捨てられていないか、また玄関が整理されているか。5つ目、奥さんの服装や化粧が派手すぎないか。6つ目、下着が外から見える場所に干されていないか。7つ目、家のトイレがきれいに掃除されているか。8つ目、ポストに郵便物が溜まっていないか。9つ目、毎月支払い日が一定であるか、家賃の台帳を見て確認などを詳細に見たそうです。武井氏の部下が顧客候補の自宅を、すみません、トイレを貸していただけますかとアポなし訪問してトイレが掃除されているかを確認したことも珍しくなかったといいます。行動心理学や感想学とも言えます。独自に編み出しましたオリジナルの分析方法で客としてふさわしい相手かを吟味していたのです。またいい女には金を貸す、支払う男が現れるから、自分より強そうな人には金を貸さない、喧嘩で負けるからなども徹底していました。そのあたりの理由はなんだかユーモラスですが本質なのでしょう。武井氏はまさに漫画南の帝王の主人公漫談銀次郎ばりのシビアさで、瞬く間に金貸し業界でその名を轟かせました。
ちなみに南の帝王にも武井氏をモデルとしましたキャラクターもちゃんと登場します。それがはいこちらのキャラ、消費者金融上杉の会長上杉翔吾として若き日の銀次郎に出資する役として登場しています。はい、話を戻します。武藤が創業されました当時は日本は高度経済成長期に入っており、景気の良さも追い風になったのは間違いありません。1973年団地金融からサラ金業へとシフトチェンジします。当時はアコムがサラ金業界のトップで、武藤はまだまだ地味な存在でした。武藤の躍進は1980年頃になってからとなります。好景気に沸きました日本でしたが、1991年に突如バブルが崩壊し景気が後退し始めました。景気が悪くなりますとお金を融資してほしいという人が増えるため、サラ金業はより儲かります。バブル崩壊によって多くの人が消費者金融を利用するようになり、業界全体が活性化しました。1993年にはアコムは無人店舗である自動契約機の無人君を導入します。サラ金系業界がインパクトのあるキャッチーな CM を次々に放送したことで、次第に消費者金融は一般化していきました。見事消費者金融イコールお金を安心して借りられる業者というイメージを植え付けることに成功しました。武藤は1995年に縁結びという自動契約機を提供し、その使い勝手の良さから業績は右肩上がりになります。より一層売り上げを伸ばしました武藤は1998年に一部上場企業の仲間入りを果たしました。2000年代に入っても他の追随を許さず、武藤は業界内でトップの座に君臨し続けます。連戦連勝かと思われていました武藤でしたが、あるきっかけで転落の一途をたどることになります。武井氏が2003年に電気通信事業法違反の容疑で逮捕されたのです。これが発端となりまして武藤に暗雲が立ち込めたのでした。武井氏の逮捕の前にある盗聴事件について触れておく必要があります。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に武藤盗聴事件です。2000年にジャーナリスト宅盗聴事件が発生し、これが武藤に大打撃を与えました。何者かの手によってジャーナリスト山岡俊介氏の自宅に盗聴器が仕掛けられたのですが、盗聴器を仕掛けた犯人が武藤の社員だったと発覚しました。逮捕されました社員が取り調べで会長の指示で犯行に手を染めたと自供したため、武井氏も逮捕される事態になりました。ほどなくしまして武井氏は責任を取り会長職を辞任します。長らく業界を牽引し続けてきました武藤でしたが、2003年ついに他社に業績を抜かれ業界トップから陥落します。そして2010年9月に事実上の倒産を迎えました。2000年以降経営が傾き出し、2010年に会社更生法の手続きを取りました。会社更生法は会社の再建を目的とする法的手続きの一種です。経営困難である会社に対し事業の更生を目的に制定された法律です。2010年の更生手続きから2年後、武藤は社名の変更を検討し、2012年3月に武藤から TFK 株式会社へと企業名を変更しました。変更後は会社更生手続きに専念します。その後東京地方裁判所により会社更生手続きの開始が決定しました。武藤は更生法の手続き期間中は消費者金融事業を一切行っていません。武藤の経営が傾く要因となりましたのは過払い金請求でした。過払い金とは顧客が過去に払いすぎた利息です。過払い金を請求できると知った利用者は一斉に武藤へ請求を行いました。武藤などの貸金業者は利息制限法で定められていました 15から20% 以上、出資法で定められました 29.2% 未満のグレーゾーン金利で積極的に貸し出ししていました。しかし2006年1月に最高裁で債権者に 20% を超過する利息を課すことはグレーではなく完全に黒で違法という審判が下りまして、サラ金業界の潮目が一気に変化しました。最高裁の決定により武藤は過払い金への対応を余儀なくされます。過払い金の請求期限は2011年2月28日までと定められていましたため、武藤は債権届を出した人のみ過払い金の返金対応するという姿勢を貫きました。これによって期限内に債権届出書を出していなければ返還請求が難しくなったのです。今でも武藤は計画倒産したと口を揃える人が少なくありません。計画倒産とは文字通り会社を計画的に倒産させることです。倒産したら消費者はその会社からのサービスを受けられなくなります。お金だけ徴収してサービスを提供しないということが可能になるのです。武藤は当時4000億円から5000億円ほどの負債を抱えていました。この負債はすぐ返済する必要がないものでした。そのため武藤は新規貸し出しをストップし、業務をこれまでに貸してきた借主から現金と金利の回収のみに限定しました。このずる賢いやり方によって会社が傾いた状態であっても年間1000億円程度の利益を出したと言われております。過払い金を請求できる人間は200万人、過払い金の総額はおよそ2兆4000万円相当でした。
現実的にはこれら全てを返還するのは困難です。よって請求者と相談して請求額を下げるということになりました。過払い金請求は会社の資産を持つ範囲内で設定されるのが通例です。竹藤は過払い金の返還対応をしないまま会社構成法の手続きを踏んで倒産することになります。竹藤はあの手この手で経営にゆとりのある状態のまま倒産することに成功したのです。用意周到なやり方は竹井氏が長男の俊樹氏に株を贈与する際有利に進めるためだったのではと言われております。ちなみに俊樹氏へ贈与されました株の額は1300億から1600億ほどと言われています。自身が亡くなってからも家族が贈与できるよう計らいましたのは血縁に異常なこだわりを見せました竹井氏らしいですね。それでは次の項目です。項目3、スーパーブラック企業竹藤です。竹藤の社風は一言で述べますなら狂気と狂乱です。長く勤務できましたのは竹井氏の洗脳教育で心をなくした者のみです。竹藤がどれだけ異常な職場だったか一例を紹介しましょう。竹藤の社員が連絡が取れない債務者の住民票を請求した際、死亡という文字を確認することがたびたびありました。債務者が亡くなったと知りました竹藤の社員は落ち込むどころかみるみる笑顔になったといいます。消費者金融は債権に消費者信用団体生命保険をかけられており、債務者が亡くなりますと残りの債務をすべて竹藤側から請求できるからです。債務を回収できればノルマ達成に近づきます。金融極道竹井康夫会長が課すノルマの重圧に潰されかけていました社員は人命よりもノルマ達成を優先していました。やりました、債務者が死んだので会社に50万円入ります、でかしたぞといった会話が日常的に行われるような職場だったそうです。狂っていますね。竹井氏の娘婿の高島のぞみさんは竹井氏と4年間同居しており、その時の過酷さを次女竹藤流金儲けの極意の中で語っておられますので一部を紹介させていただきます。同居していた4年間というもの、私はほとんど睡眠不足でヘロヘロであった。こんな金儲けの怪物と会社も一緒、寝る家も一緒というのはよほどの体力気力がないと務まらない。講師を一切区分しません。竹井氏は自宅に社員を呼んで自宅研修という狂気の沙汰としか言えないような鬼詰めを続けました。引き続き高島さんの著書から紹介させていただきます。父の自宅には四六時中社員が詰めている、常に社員を呼んで研修しているからだ。新任の支店長60人ぐらい、2泊3日ぐらいで全国から集めて父が直接研修の指導を行うのである。だから父の家というのは安らぎの間ではなく研修道場であり、眠りながら仕事をするための第二オフィスに他ならないのであると書いてありました。こんな労働環境のため勤続年数は女性が1年未満、男性も1年半未満だったと言われています。当時の平均勤続年数は 1.1 年、これは業界内でも圧倒的な短さでした。また社内結婚がやたら多く、女性社員が出世したいなら先輩上司に抱かれて気に入られるべしといった暗黙の了解さえあったという噂もあります。2002年には当時の支店長でありました社員が悪質なパワハラを受けて訴訟を起こしました。電話越しにパワハラ専務が社員を罵倒する会話は今でも残っており、 YouTube で確認が可能です。有名な動画ですから知っている方も多いでしょう。僕も昔から何度も視聴していました。せっかくですから少し見ていただきましょう。どうぞ。会社いくらだ。会社3020万でございます。役は残り838でございます。全くダメじゃん。申し訳ございません。全く。いや申し訳ございません。なあ、いや本当申し訳ございません。何やってんのお前。回収いたします。なあ、いや本当申し訳ございません。いや本当申し訳ございません。回収します。ボロドさっきに1000万ドルを抑えてるんだろうだよね。会社いくら今。会社830でございます。え全然足んねえじゃん、申し訳ございませんの繰り返し、知らない人が聞いたら芸人のコントみたいに思うでしょう。これだけブラックな企業ですからサービス残業は当たり前でした。社員は労働時間外に街でのティッシュ配り、債務者への支払いの催促を強いられました。竹藤はサービス残業の件で元従業員2名から裁判を起こされています。2001年、竹藤の元従業員2名から労働基準監督署に告発されました。竹藤がサービス残業を社員に強要して不当に働かせていたためです。監督署は元社員からの労働基準法違反の告発を受け、その後労働局が捜査を敢行しました。竹藤の社員として働いていた当時、彼らは休日出勤や月100時間を超える労働を続けていました。しかし25時間を超過する残業時間を出勤時間に明記することは禁じられていました。竹藤の業績悪化に伴い、
残業時間の申請は男性15時間、女性0時間の通達が本社から届きます。0時間とはなんと恐ろしい響きでしょう。当時の社員は出勤表に上限を考慮した労働時間しか記入できなかったのです。訴訟の結果、竹藤は2003年に竹藤の5000人の社員に対して35億円ほどの残業代未払いを支払いました。また竹藤といえば鬼の取り立てと称されるほどの厳しいやり口が有名でした。債務者へ頻繁に電話をかけたり、社員は繰り返し訪問していました。他の金融会社では取り立ての電話が1日1回だったのに対し、竹藤は最低3回でした。会社や自宅への電話は当たり前で、時には債務者の子供が通う小学校まで赴き、待ち伏せをしたことで債務者の小学校3年生の息子が鬱になってしまったこともあったそうです。これにより血も涙もない竹藤のやり方はいかがなものかと新聞記事に取り出されました。社員は債務者の借金を取り立てられなかった場合、自分が肩代わりして支払うという誓約書を書かされており、まるで客の売りかけを負担させられますホストのような状態でした。社員同士で飲みに行くことは一切禁止、理由は謀反を起こす可能性があるからというものでした。謀反って戦国時代やないんやからというツッコミを抑えつつ、竹藤の異常だった点を他にも挙げていきましょう。それでは最後の項目です。項目4、竹藤の異常な点です。前述しました通り、竹井氏は尋常ではないほど同族経営にこだわりました。長男が専務、次男が副社長のポストについていたことから分かるように、会社の主要層は全員家族でした。竹藤が一部上場した時は竹井氏と妻が 90% 程度の株式を保有していました。2006年1月の最高裁の決定により、サラ金ブームが去ったことは先ほどお伝えした通りです。過払い金訴訟などによって疲弊していきましたサラ金企業の多くは方向を転換します。アコムやレイクなどの同業他社はメインバンクの傘下に入るなどして子会社化していく柔軟さを見せました。しかし竹藤は同族経営を貫きましたことがたたり、身動きを取れない状態に陥りました。同族経営へのただならぬこだわりゆえ、倒産以外の選択肢がなくなったと言えるでしょう。1986年には4万7500社もありました消費者金融業者でしたが、2010年には3000社と激減しています。法改正により消費者金融業界自体がだんだんと下火になっていきました。竹藤の全盛期は2001年前後です。この年、僕が冒頭で申し上げましたように2000億円以上もの経常利益を上げており、堂々日本の企業の中で9位にランクインしています。あの任天堂が10位なので、いかに竹藤に勢いがあったかがわかります。アコムが13位、プロミスが26位、アイフルが27位だったのを見ても、竹藤が業界を牽引していたことが伝わります。下品極まりない成り上がり野郎と揶揄されようとも、竹井氏は反骨心と支配欲全開で寝る間も惜しんで会社を大きくし続けました。そんな彼も時代の変化には勝てませんでした。竹藤の実質的な倒産となりました2010年から遡りますこと4年前の2006年8月10日、肝不全のため76歳でこの世を去りました。竹井氏が亡くなる前に入院先で口にした最後の言葉は、家に帰りたい、連れて行けでした。竹藤の歴史は竹井康雄氏の歴史だったのは誰もが認めることでしょう。確かに団地金融をしていました頃の竹井氏の相手を見抜く力や所作や服装を見るのはまさに感想学です。マカロンをいただきましたが、ズバリ合っています。感想学という言葉を竹井氏は知っていたのかどうか分かりませんが、実践で身につけた統計データですよね。こういう人は金を返さないとか、こういう人間ならば貸してよいという経験で身につけたものですから、そこら辺の総書よりは相関性が高かったでしょう。オカルト要素なし、実践感想学です。実用してこれだけの富を築けましたのは、まあそれだけではないですが、相当すごい男だったのは間違いないですね。あまりにも取り立てがえぐく、道徳心や倫理観がないので尊敬はできませんが、人を見抜く能力に長けていたことだけは事実でしょう。はい、ということで今日は竹藤とその創業者竹井康雄氏について解説させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。